お家に帰りたい病がもう発動しましたと。では次に伊吹山の攻略法ですね。登山って、まあ僕そんな偉そうなこと言えないんですけど、初心者やし、まだ4、5ヶ月ぐらいなんですね。で、ただまあそれでもう一応百名山何個か登って、でまあ低山ですけどちょいちょい登ってるんですけど、思ったことがやっぱり登山って、その登山する前から始まってて、で前も言ったと思うんですけど、とりあえず健康管理が大事で、もう体調悪かっていくと結構まあまあな最悪の状態になったりとかするんで、だからまあ健康管理と、あとあれですよね、レイヤー、服装とかも大事ですし、で今回冬服で行ってもう灼熱でしたから、何回も言って申し訳ないですけど、これちょっと汚くて申し訳ないんですけど、もうこんな感じでもう皮がすごいあれなんですよ、剥がれてもうて、もうすごかったんですよ、ほんまに暑さが。でそれでもうバテて最悪でしたわ。でもう汗がね、冬のズボンやから、なんかその中のその何、柔らかいとかありませんか、あそこに汗が吹くんで、めっちゃ重たくなって、ズボンで足めっちゃ重たくて、で結局タイム10時間も11キロで最悪でしたわ。まあまあそれは後で、でとりあえず健康管理と、あと服装と、でもしね、車で行きはるんやったら、こういうなんか微妙なシーズンってありませんか、寒くなるかちょっと暑くなるか分かれへん時期で、なんで僕6月失敗したかって言ったら、まあ正直凍傷してて、それも正直ビビってたんですよ。寒かったらめっちゃ嫌やな思って、また再発するしなとか思いながら、で僕の経験上ね、6月の低山でも寒い時寒いんですよ。だから怖かって、それで冬の服装で行ってもうて、ちょっと身構えてしまったんですよね。で、だから、もし車でこういう、どう言ったらいいんですかね、どっちかわからん、暑くなったり寒くなったりするような、その日によって全然変わってくるような季節ってありませんか。そういう時に車で行くんやったら、まあ、余裕があるんでしたら、両方、冬服と、夏服用意しといた方がええんちゃうかなってちょっと思いました。これがもう完璧に、メリのウールの、これメリのウールの明日でやったっけな、明日でやったと思うんですけど、モンベルさんの長袖ので、そのもう一枚メリノウールのシャツを着てるんですよ。もうこれがもう大失態で、これですね、これこのズボンがもう冬服でめっちゃ重たかったんですよ。大失敗ですよ、ほんまに。そんな感じですわ。だからまあ服装も間違えへんような感じで、んでこれから伊吹山なんですけど、これね11キロあるんですよ、伊吹山。だから結構ね、今からの時期危ないんちゃうかな思って、いや僕行って分かったことがいろいろあったんで、だからそれで説明していきますね。でまずその健康管理に関してと、でまあとりあえずそのアレルギーを持ってる、僕はアレルギー持ってるんですけど、その薬とかをちゃんと用意して、でなんか行動食とかも用意された方がいいと思います。
で、さっきもそのパッキングの時に言ったと思うんですけど、あれね、アミノ酸とか。で、行動食はいいのが、半透明系、羊羹とか、グミとかがええみたいですね。僕今回グミ持ってったんですけど、でもね、グミもね、よくわかんないですよ。コンビニでいつも行く時にコンビニに朝食と、で、この登山のその昼食、昼食と、で、あと、行動食と、で、飲み物を買うんですよ。大概。まあ、それ以外にも買ったりとかするんですけど。で、その時に、行動食はいつも迷うんですよね。で、グミがいっぱいあって何を買っていいかがわかんないんですよ。で、この前、登山 YouTuber の行司さんが、何やな、黒糖わらびやったっけな。黒糖わらびがええって聞いて、で、黒糖わらびを探したんですよ。セブンイレブンなんですけど、どこにあるかがわかんないんですよね。で、結局見つけられへんかって、もうグミだけで行ってきました。そんな感じです。だから、黒糖わらび買えずに行って、あれ食べたかったんやけどな。んで、なんか行動食に関しては、まあ、なんかその、羊羹とか、あとチョコ系とかが主流ですね。なんかアーモンドとかもええらしいんですけどね。あと、つわものは、あれ、行動食なんかポテトチップスもええって言うんですけど、行動食ではないですよね。いや、持っていくのは全然いいんですけど、多分テントの時に食べると思うんで、行動食ではないんちゃうかなと思うんですけどね。でもあれもいいんですよね。塩も効いてるし、塩ってあれじゃないですか。汗かくとなくなっていくでしょ。だから塩舐めやんと。で、あと塩舐めやんと、なんか、塩系を失ってくると、あれなんですよね。やる気がなくなってくるんですよ。だからある程度塩をパーって舐めたりとかした方がええみたいとか、よう言いませんか。だからあれと、だからポテトチップ塩もあって、ほんであれじゃがいもやからなんかタンパク質でみたいな感じで、糖質1に糖質2に、脂質3にタンパク質らしいんで、そんな感じですね。一番はやっぱし早めにエネルギーに変わるのが糖分なんで、甘いものとかは、みたいですね。またこれもいろいろと行動食結構奥深いですね。なんかいろいろ調べていくと、なるほどとか思いながら。まあまあ、ほんで行動食も必要になってくると思うんです。特に11キロなんで、11キロってね、結構、なんか日帰りで、結構、まあまあギリの距離なんですよ。トレランとか別としてね、トレランの人とか別に普通の登山として考えたときに、だいたいリュック、まあ多分普通の人5キロか6キロ、僕10、重たいんでめちゃくちゃ遅い、ほんまに遅い、 10時間もめっちゃ遅いんですよ。これ実際は目安としては3時間半で行けるらしいんですよ。は片道だから往復で7時間で帰ってこれるらしいんですけど、10時間遅すぎやろとか思いながら、平均で7時間、まあそのここで休憩とか含めたらまあ8時間ぐらいちゃいますかね。8時間以上かかるかもわかんないですけど、10時間はちょっと遅いですね。結局ここでもちょっとね、だから危うく遭難しかけたんですよ。でこれ見てください、このほぼほぼもうだから下から上なんですよ。これ1377m なんですけど、伊吹山ほぼほぼもう下から重くそ上に行くんですよ。でそうそう、攻略を言っていかないといけない。まあとりあえずそれがあれなんですよ。まず登山前のことですね。で登山ルートは基本的には一つなんですよ。一つやけど裏技があって、車で
こっちのね、あ、これ、伊吹山ドライブウェイっていうのがあって、こっからね、この岐阜県の、みんな知ってると思うんですけど、関ヶ原町って、ブワーって上がってくるんですよ、ブワーって、車で。この伊吹山ドライブウェイ、多分有料でしょうね。で、ここに駐車場があるんですよ。これでも行けるんですよ、山頂で。んで、これちょっと見てもらって分かると思うんですけど、登山道がね、この山頂だけいっぱいあるんですよ、こうやって。こんな感じで。で、なんかこういうなんか石灰とかなんかよく分かんないですけど。こういう、なんかほんで、多分ね、こことか景色きれかったんちゃうかな。なんか、僕ちょっと行かなかったんですけど、もう疲れすぎて。そんな感じです。どんな感じやねん。てか、行き方がね、二つあるんですよ。その、普通の、もう、正規の登山道か、もしくは車で、9合目あたりまで行けて、で、そこからちょっと歩いて、山頂に行けるという形です。で、これね、もうちょっと裏技があって、ここがね、1合目か。これが1合目な、目なんですけど、ここに車で、こんな感じで車で行けるんちゃうかな。1合目。で、もしくは2合目。これが2合目なんですけど、ここにね、ロッジがあるんですよ。ここら辺に。で、2合目も行けるんですよ、こうやって。確か。こんな感じで。舗装されてましたよ、2合目は。確か。で、ロッジまで車で行けると思うんで、多分ね、2合目までロッジで、どう言ったらいいですかね、宿泊とかされるんでしたら、2合目から、あれですね、多分、登れんちゃうかなと思って。で、一応ね、3合目、ここやったっけな、ここやな。3合目も多分ね、こうやってね、行けるんですよ。バーって3合目も、もしかしたら3合目からも行けるかもわかんないです、裏技で。で、ここら辺にね、なんか車止めてはったし、ただね、それがね、止めていいかどうかわかんないですけど、駐車場ではないんでちょっと僕は何とも言えないです。そんな感じですね。多分地元の人と思うねんけどね、ここでなんかいろいろいてはるんですよ、地元の人。整備しはったりとか、あと売店の人とかいろいろと、ね、そんな感じです。まあとりあえず普通はまあこっからですわ、登山口で。これが神社の駐車場、もうほんまに手前の駐車場ですね。大体もうみんな同じですね。500円になります。僕はほんでここにも、ね、ナンバープレートを書いて、で、500円と一緒にポーンって入れました。なんか袋あったんで。こんな感じですね。で、大体はもうこの近くは500円なんですよ。で、ちょっとね、2、30メーター離れとったら400円とかそんなんでしょう。そんな感じです。で、登山口がこんな感じですね。ここ、こんな。で、ここで300円払ったのに、平日やってないんちゃうかな。なんか、ね、閉まってたんですよ。なんか結局、ずっと閉まってたんで、よくわからなかったです。こんな感じで、ずっと行くという形ですね。ここをずっと入っていって、ここですね。ここが、まあ、普通の舗装された道の右手ですね。で、登山口があるという形です。で、これを上がっていくという形なんですけど、まあ、これ、初めだけですよ、これ。ずっと行くと、こんなのあるんですよ。これ。究極。これが、まあまあ、大半こんな感じです。
で、さっきも言ったんですけど、距離が11キロあるんですよ、およそですけど。だから結構しんどいんですね。あの距離的にもしんどいんですけど、結構ね体力奪われて、なんでやろうなってずっと思ってたんですよ。だからこれなんですよ、これね、これもずっとこれ岩でしょ。ほんなら歩くたびにこうなったりとか、ほんで力いりませんか、こう保つために。んでそれでだいぶ体力吸われるんですよ。だからほとんどね小石なんで、小石石で岩がほとんどなんで、それで体力が余計に減らせるんですよ。だから気をつけてほしいんですよ。で、ただ1号目はこんな感じで、草が結構ね、上に生えとるんで、ある程度ね、あんまり風はね、やっぱしね、こうなってるでしょ。だからあんまり風はね、全然来なかったんですけど、まあ一応日陰にはなってるんで、直射日光は当てらずに、そんなめちゃくちゃ暑いとはならなかったんですよ、1号目はね。んで、1号目でずっと行くとこんな感じで、これが僕が作った地図ですけど、ここですね、1号目がこんな感じで、で伊吹高原荘さんがあって、ここなんですけど、で一応販売機ありました。で、そんな感じですね。でもね、多分ね、空いてるかどうか分かんないですよ、ほんまに。だからある程度自分で持って行ってやった方がいいと思います。ほんでこっからですよ、こっから見てもらったら分かると思うんですけど、分かります？これこっから分かるでしょ。これ上がないんですよ、ほとんど。でしかも岩でしょ。で岩で、で岩じゃん、石でしかもね、大体はね、ここはそんなことない。まあこれもね、ようあれなってるんですよ、ほんまは言うたら。ちょっとまだ分かりにくい、まだ浅いんですけど、大概ねこうなってるんですよ、道が。でこのね真ん中にね石があるんで、真ん中がほぼほぼ歩けないんですよ。で歩けるんですけど、もう石がガンガクとかなるから、すごい体力減るんですね。でまあ石があんまりないところはその真ん中とかで行ったりとかできるんですけど、でたまにね横とかでこういう感じで道になってる時とかもあるんですよ。でこことか行くじゃないですか、ほんなら、ね、ちょっと斜めになってたりとかするんですよ。でここもね結局ね体力減ったりとかするんで、平坦やったらさほどあれなんですけど、結構ね体力減るんですよ。でバーって行ったら途中でなくなってたりとかね、結局また向こう行ったりこっち行ったり、向こう行ったりこっち行ったりとかいう感じで、めっちゃしんどいんですよ。だから悪路で余計に体力が減ると。で、あ、もう一つね、これ見てもらったら分かると思うんですけど、ずーっとねこんな感じで、あのねここだけ 3号目以外はほぼほぼまあまあな坂なんですよ。まあここはすごかったんですけど、まあまあな坂なんですよ。ある程度坂が緩いところやったら、歩いてても休めるじゃないですか。それがあんまりないんですよ。だからところどころで休み張った方がいいと思います。でしかもこれね、さっきも言ったように、ずっともう太陽がテカって、曇りとかやったらまだマシやと思うんですけど、これもう 日がもうめっちゃ照っとって、ほぼほぼ上に何もないんですね。だからまあさっき
すごい火焼けてたんですけど、皮めくれるまで。んで、だから1合目から2合目がほぼほぼ言いなくて、んでたまに2合目から3合目でこういうのでちょっと火加減あるんですよ。こんな感じです。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア、道具などの動画を上げていきますので、よければグッドおよびチャンネル登録、呼び鈴登録よろしくお願いいたします。